ベンソンホテルはアメリカ合衆国オレゴン州ポートランドにある歴史的に重要なホテル。現在、コーストホテルズリゾーツが運営している。ザ・ベンソンの名で知られ、ポートランドにおける最高級のホテルとして名高く存続している。ホテルの名称は実業家で事前家のサイモン・ベンソンの名による。サイモン・ベンソンはポートランドの町に 世界に誇るホテルを建設することを望んでいた。1905年のルース・クラーク100周年博覧会の開催から世界恐慌の到来までに起こった人口増加の時期にベンソンのホテル建設の夢は実現を迎えた。フランス第二訂正様式のメインビルディングはアルバート・アーネスト・ドイル、ウィリアム・ B ・パターソンらの建築会社がシカゴのブラックストームホテルから着想を得て設計し、 1912年に開業した。当初この建物はオレゴンホテルの別館として建てられたため、ニューオレゴンホテルの名で知られた。1959年、隣接の旧オレゴンホテルが解体したことから、立場が逆転し、同ホテルはベンソンホテルの別館となった。1986年、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。現在までに、 ルチアーノ・パバロッティ、ヨルダンのノール女王、デビット・ボーイ、ジェームズ・ブラウンをはじめとする多くの著名人がベンソンホテルに宿泊している。2005年11月、ポール・マッカートニーがアメリカツアーでポートランドに滞在した際に宿泊した。また、ハリー・トルーマン一行、ジョージ・ワーカーブッシュを除いた全員アメリカ、合衆国大統領が宿泊している。リチャード・ミルハウス・ニクソンは、 ベンソンホテルに滞在中、チェッカーズスピーチを作成した。ありがとうございます。